について内閣府では1月から3月までの需要不足の拡大がある程度予想されています。今後は経済対策を実行して影響を最小限に食い止めることが重要で、直ちに新たな経済対策が必要になるわけではないとしています。ここまで経済情報